はい。暇今。いや、暇。いや、嘘じゃん。何時まで暇？ね、ずっと今。いや、それは嘘だろ。とさ、うん。前さ、カンタが言ってたさ、あの、コンビニの店員さんと仲良くなる方法あったじゃん。で、やめてなんか、言い方悪い。じゃあな、俺ら二人でさ、これいけんじゃねって話し合ったやつあんじゃん。そう、いや、なんか、あれちょっとみんなにさ、いや、違うんだよ。ちょっと信じてくれよ。違うんだよ、やっぱさ、うん、企画とか考えるじゃないですか。うん、そうね。そうなると、なんだろう。そういう、なんつうの、普通の人が、うん、か、やんないだろうなってことを考えるわけ。わかる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 。ってことは、多少なりともなんか思いつくわけですよ。そう。で、俺ら二人で、これなんか、面白いなって思ったのがあったんだよね。そう。で、これね。そうそう、小銭あって、これじゃあカンタがレジ来て、はい、すいません、じゃあお会計は、150円です。150円な。はい。例えば、うん。だからもう、こうするとかね。こうやって出すっていう。あのね。150円。100円を守る形で、10円を、うん、配置して、150円出すっていう。なるほどね。あれ、お花かなって思うしね。そう。で、まあ、うん、こうやってやるときに、うんうん、ってやるとかね。なんで？いや、わかんないよ。俺ないけど、うん、そういうなんか、ナンパとか一切したことないし、うん、その、女性に話しかけたりするのできないけど、うん、例えば、150円ですって言われたときに、うん、こうやって、しかもそっちから見て分かりやすくね。あ、そうね。こうなって、うん、あれ50円だなって思ったぐらいの時に、なんでだよ。なんで？でやったら、うん、なんかちょっと話題作りになるかなって。350円だったら、あ、じゃあ350円、お会計350円です。じゃあこうして、あれ150円じゃないかな。え？なんでだよ。いや、ないっていう感じ。将棋じゃん。いやいや、なんかさ、なりま、不思議な気持ちになるでしょ。なりますよ、みたいな。とか、うん、まあ、こう、ハンバーグ状態にして、うん。ハンバーグだけ、ハンバーグ状態にして、うん、出すとかね。こうやって、はい。こう、こう、こう見せる感じ。いや、わかりづら。数えるのだるいじゃん。これ、あ、ちょっとやめてください。やめてくださいって。で、こう、こうやって。あとは、もう、こういう、なんか、普通じゃありえない出し方とかね。うん、はい。いや、何だったんだよ。今の時間何だったんだ。全然出ないな。2枚にすりゃいいんだ。だからこういうね、会話が多分弾むと思うんだよ。いや、それで。あら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 。こうやって出すのね。そうそうそう。崩せないから、容易に。あ、この人の心理を使うんだ。そう。あ、この人こんな頑張ったのに、これ崩し、お前が崩すんかい。そう、だから囲うっていうのは一個の手段だと思うんだよ。モテるための？いや、モテるっていうより人間と触れ合っていくにあたって。いや、何お前人間と触れ合おうとしてんだよ。いや、触れ合わないとやっぱ。うん。で、150円の時にカンタがこう出したら、触れ合おうとしてるぞって。触れ合おうとしてる。歩み寄ってて。あ、俺らが、だから、そうそうそう、俺らこれね、前からね、その、俺らが提唱してるね。提唱してる。店員さんとちょっと、いや、これ多分1日目じゃ多分仲良くなれないけど、はい、これ多分2年とか続けたのね。そう、こう次はどんな出し方があるんだ、うん、そう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 。千円札の時はどうすんの ?5050 円だった場合ね。はい。あとはもうこれやるってパターン。いや、だから、それはうちだからこれあるけど、レジにはないよ。レジにあるこれごとこう。いや、だから、っていうパターン。レジとか、いや、これ取らないでくださいってなるでしょ。すいません、これを取らないでくださいって言われて。なるけど、でも。そこで喋るもんね。そう、喋れればいいから。いや、でもこれ絶対いいと思うんだよ。いや、俺らは、これなんか喋ってて、これ気づいてさ、発明だと思ったよね。で、相手が、ツッコミキスの人とかだったら、ぜひやってみてください、これ。いや、まあ、人に迷惑かかんないよね。はいはい。まあ、バスケやってたら、うん、まあ、みんなわかると思うけど、まあ、ガードがいて、うん、で、まあ、フォワードがいて、センターがいて、みたいな。で、ちょっと下に、こう置いとこうかな。で、ボールこうあって。で、パス出して、みたいな。で、パス出せたら、これ出す。出して、ゴールな。うん。で、ここに入れてもいいし、入れなかったら、邪魔になんないように後ろに抜けて、こいつが今度上がって、うん、ボールこうってやって、で、決める。っていうことでも使えるから、お金って。
いやだからそれ店員さんなんて言えばいいの、それやってる人に。いや、いい作戦ですね。